はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MUNE さん、ムネさんでいいのかな。はい、トップクローですね。こちらを一つです。で、今日ね、発送します。まあ、他の方の動画ね、パーソナルブレイクの動画、はい、ご覧になったということで、予習はしてありますということです。はい、まあ、店長が、開封して、お客様の代わりに開封して、カードを片付けて、で、発送っていう。うん。まあ、未開封でね、送って、翌日、まあ、着が大体ですけど、まあ、それか、店長が開封して、先に結果だけ知ってから荷物を受け取るか、っていう違いですね。はい。まあ、結果は同じですか。まあ、動画でね、その、開封のあれが残るというとか。で、ベースカードとルーキーと、光物を分けておき、あ、サインだった。ぬくぬく。はい。ちょっとベースとルーキーといきなりサインを引いてしまいました。20パックでしたっけ、これね。はい、いやー、当時は、エンクンクって、呼び方ね、呼び名を、はい。日本語名知らなくて、ぬくぬくくん言ってました。でもその後すごい大活躍してね、ゴールリーダーね、なりそうなっていう、すごい選手になりましたね。で、パラレルは坂さんですね。250。エンクンク。ね。はい、お !2 点。パルサー来ました。彼もまあこのプロダクトだとまだちょっとまあ未知数的なルーキーかもしれないですけど、まあ構想的には来年ちょっとチーム的には頑張ってよっていう、はい、ところなんでしょうね。期待してますよっていう。パタフ。はい。スタニシッチさん。ビルツだ。で、香川さん。まあ、まだシリアルが1枚なので。はい。マルキニョス。エンツォ君ですね。パープル。なんか模様あるやつだ。はい。デブルイネさん。ノンシリ。シリアル1、ノンシリ1ですね。合計で4枚ぐらい色付き系来ると思いますので。ゴラッソは寿司くんですね。あ、オレンジ。でもサインが出ちゃってるんで、3番目に入ってる。さあ、どうでしょうか。いきます。気に入っちゃいます。せーの。ああ、ソンフンミンの純粋なオレンジだ。おー、これはいいね。はい、25尻です。うん。いい選手ですね。駆け上がりも早いし、反応が早いですね。うん。はい、31のシリアル2、あ、シリアル2だ。これノンシリですもんね、デブルに。なんか純粋な金とか純粋なオレンジが、なんか PB だけですけど、なんか多いな。たまたまでしょうけどね。やっぱ純粋なこう、はい、カラー。なんちゃらオレンジとか、なんちゃらゴールド、ね、シマーとかいろいろありますけど、まあ純粋なやつが一番人気はありますね。あ、箱一インサート。はい、ダーウィン・ヌネスさんですね。
プリちゃん。あともう一枚ぐらいシリアルがあると思いますので。あと、パルサーも。そんな出てないね、まだ。ラッシュフォード。ルーキーの上位ルーキーとかでこう光るといいですよね。あ、2枚入ってるけど。まずインサート、テルさん。で、シリアル。はい、あ、ラッシュフォード。デジャブでした。はい、175。ジャージナンバーわかんないけど、2番ですね。ジャーナーは書いてない。あ、10か。10です。で、シリアル3ですね。まあ、シリアルが4になる場合もあるんで、まあ、ちょっとまだわかんないですけどね。カルバリオ。お、メッシュパルサーはいいですね。はい、メッシのパルサーはローダ駅です。はい、ローダ駅です。当てろっつってもね、簡単に当てられるものではないので。はい、ブラボーさん。メッシュベースも出ました。ルーキー2枚。ザレウスキーさん。うん。パラレルで取り返してます。まあ、エンクン君、ね、十分スター、かっこいい、かっこいいっていうか、まあ、うん。活躍してるいいルーキーでしたからね。で、今もスター選手ですからね。遺跡の話とかまだないんですかね、彼は。最後、インサート、キミヒさんでした。はい。ということで、シリアル3つで、あ、とりあえず、メッシのパルサ。これはもう、ガチです。で、ノーシリ、デブルイネですね。で、25シリが、ソン・フンミンでした。うん。いいね。うん、で、3位は、はい。ぬくぬくくんです。はい、ということで、じゃあこちらでね、発送いたします。またぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。